客をなかなかね、見れないのでね。で、まあ、ルイコさんっていうのは、こう、若いこういうね、あの、昔の、あの、漢字のあれなんですけど、世界の、まあ、絵本画家なんですね。はいはい。見ても回ってんのかな。それで、あの、ここへ、あの、来られてね、別館に。で、この奥に、あの、襖絵ね、玉井宝泉に描かれた。その襖絵を見に来られたんですよ。で、私もこんな描きたいなという話になって、そしてこの屏風絵と、それからこの最後のシーンね、お別れのシーンとかを描いていただいたんですね。屏風絵をね。裏側にもあるんですよ、これ。なんかワクワクするような絵ですね。迫力がありますね。これの裏には龍神があるんで、最後帰りに龍神を見ていただいてみたい。この博物館にね、龍が舞い降りた。世界を浄化するためにね。だからここから平和が始まるという意図のもとで描かれたみたいなんですよ。龍をブワーッな、最初ね、何を描かれてるかわからなかったんですよ。バーッと筆でね。で、バーッと見たらね、この目玉が出てきてね、龍がこうなんか来てるから、え、これ龍じゃない、そうで龍ですよ。なんでですの、いや、ここに降臨したという話があるからという話ですね。龍が降臨したと。まあ、これは誕生シーンね。こう小判がザクザクと招き猫がねちょっと遊び心ってねだから沖縄はこのかぐや姫を育てることによって大金持ちになるんですね。いいことをしたらやっぱり金が貯まってくるんですよ。これね現代の世の中の人知らない、うん、それを龍子さんがこうねオーナーの山本の館でね籠に育ててかぐや姫大きくなっていくと美しいかぐや姫にはねこの5人の貴公子が休校に訪れると。でこの急行に訪れるこの大納言とか石造文子とか左大臣安倍の民主君安倍ちゃんね今わらになったら安倍ちゃん安倍の民主が出てくる、ね、もう今問題になってるんですけどなんとか宗教のねだから結局このご存じのように難題がねこの世の中にないものを空海は所望しとるんです なこれだけの難題を出す人っていうのは、まあ、いないわけですよ、ね、空海になかったらわからないようなものがどうです本も読まれて、この難題を空海以外の人がこんな難題を見つけることができるのか。今日も電車で来る時にちょっとあの世界文明の号を見ながらね、あ号はい、来たんですけど予習でね、はい、改めて、まあ、ただね館長おっしゃるように空海さんじゃないと書けないのかな、書けないでしょうね、そういう歴史の深さとか思います、ね。五のシリーズがね最終版でね、もう今までのいろんなことをもういっぺんにこう書き込んだと。あれを見ると空海でなかったらないなと思われると思うんですけどね。だからこの難題が面白いんですよね。でそれを聞いたまた帝もねやってくると。帝も旧婚にねこの腰を持ってね。しかし帝とはまあ文通あのラブレターをこう交換してたみたいですね。でもこれ帝がおってねかぐや姫はあの帝の見てないでしょ。これ面白いでしょ、だからあの帝はかぐやは帝に惚れてたんだけど契りを結ぶとかねそこまでは言ってないと思う ね。だからこれこっち振り向いてるというね。でうちわとかねこういうふうな絵柄が切り細工でね京都のそういうものを集めてここは貼り付けてそして髪の毛とか雲とかそういうようなものは筆でね筆書きで金と銀の筆書きでねやるという全部こう筆で書くんじゃなくて切り細工で貼っていくと模様をね、これが龍子さんの特色ですね、これらの模様はそういう折り紙みたいな折り紙じゃないんだけどもっと古紙のね古紙で作ったそれをそれぞれ絵に合わせてね作っていくという。でまあ十二人一のようなねこれもねこの 和紙でそういう絵柄を貼り付けていくと二重に三重にもこれがね、それが特色なんですよ。でさらにこう 筆書きでねやるというのが有名ですわね。まあそういったあれがこの絵柄の特色でねすごいんで、こっち側がこれ最後のねあの都の隼人弓行けずかぐや姫帝竹取翁と大名とのお別れということでね、帝からはですねあのラブレターが来てたんだけど最後にお別れするときにこのかぐや姫はですねこの帝にですねあの最後 の言葉を述べるんです。これ竹取物語の中でちゃんと載ってるんです。
で今はとてね、うん、天の羽衣を着るおりぞ、うん、君を哀れと思いいでけ、うん、ちゃんとこれ原文に載ってるんですよ、そうですか、和歌がね、うん、だから最後に文を与えて、うん、でお別れしますと、うんうん、いうことをまあ言っておられるんですね。でその帝とかその竹取大きなのこの大隅にね、隼人という人たちが、うん、まあ来てたわけですね、はい、都を守る、で、あのかぐや姫取られまいと、かぐや姫の屋敷にですね、たくさんの人が守ってやってたんだけど、月から迎えが来た時にもう夜だけども昼の光光とした明かりにですね、もう惑わされて弓すらもういることができなかったと物語に書いてあるでしょ。でそれはシーンなんですよ、都の隼人弓引けずってね、かぐや姫の帝竹取物語と大女とのお別れということでね、でその後で物語でね、これしばし待てと書いてあるんですよ。いざかぐや姫来たらきところにいかで久しくおわせもというね言葉で終わるんですね。だから別れを惜しんでということですね。だからかぐや姫は帝に文を書いてますんでね、文の羽衣を着るおりぞ、君の哀れと思い出けれって、帝がね言ったんで、でかぐや姫は最後の言葉を帝にね文をしたためてるというシーンなんですね、ここね、素晴らしい別れですね。それをこう絵柄にしていただいたってね、よう分かるでしょ、この姿がね、巻元と一緒でこう順番にね、順番にこれよくできてると思いますよ、まあ、この奥にはね玉宝泉さんのまた襖絵があるんで、また後から見ていただいたらいいと思うんですけど、この裏にね、裏にも書いてあるんですよ。で裏にはねまた後から見ていただいたらいいんですけど、腰に乗ってですね月へ帰るシーンがこの裏に、でこちら側の誕生シーンの裏にはまた後から帰りに見ていただいたらいいんですけど、龍がね、この竹取大きな博物館に龍が迷い、地上界を正常にする、我奴らを全部蹴散らかすという絵柄をこの裏に書いてあるんですよ、まあそういうことでね。で宣伝なんですけどね、今年の1月の末に日経新聞がね、記事載せていただいたんですよ。で日本全国のかぐや姫の紹介はされてるんですけど、実際は伏見の山京田辺市の節目ということになってて、伏見の山神奈美山ね、京田辺のね、富士山じゃなくて富士山、伏見の山、ね、富士山と言ったよね、伏見信濃山、だ当時煙が上がってたからね、次から持ってきた不老不死の薬をね燃やしてきなさいと、帝は伏見の山へ行ってというやつなんです。だからそのかぐや姫のいないこの世の中にもう長生きできる薬があってもしょうがないじゃないかということで、大隅の隼人の兵隊に、兵隊に言って、で燃やしに行くわけです。実際はその物語では当時煙が上がっていた富士山、富士山というのはね 3000m のこのこれ2つの山があるでしょ、これね、だから富士山だったんです昔は、平安時代は2つの山が爆発してた、それで現在のような 3000m の一つの富士山になったんです。当時は富士山、富士山2つの山、2の山、それをこの物語の中に入れ込んだんですね。不老不死の薬を燃やしてきなさいということで、美しいかぐや姫のいないこの世の中にはね、長生きできる薬があってもしょうがないから、都はね、帝はですね、大隅の兵隊ですな、大隅隼人、大隅隼人の兵隊がですね、に言うて命令して、そして燃やしてくださいということで、伏見の山で燃やしたと。当時その煙が上がってた富士山がね、富士山とは言ってなかったんですね、富士山 2000m 級の山だった、それを描かれたここでね。だから平安時代の山2つの山、その後 3000m の大きい現在の富士山になったんですけどね、まあそういったようなことでこの日経新聞がね、言われたんですよ、日経新聞がね。でまあここだけを取り扱う